各局の著作権者と利用者との間に立ち、音楽著作物やコンテンツを管理することだけに、とどまらず、デジタルコンテンツディストリビューション業務やキャスティング事業、等による各局の利用促進や、システム開発、音楽出版社向けサービスを推進する、著作権エージェント。本社は、東京都渋谷区広尾にある。主な株主は、アミューズ、フェイスなどである。 2001年の著作権等管理事業法の施行を受けて、それまで日本音楽著作権協会が独占していた音楽著作権管理事業に参入した。2016年2月1日付でジャパンダイツクリアランスと合併し、株式会社 E ライセンスから株式会社ネクストンに称号変更した。2020年3月30日付で東京証券取引所マザーズに上場した。 著作権管理事業者として、コンポーザーや音楽出版社など著作権者からの委託を受け、使用の許諾、使用料の徴収、分配を行う。音楽を中心としたデジタルコンテンツを国内外の配信事業者へ販売するアグリゲーションを行う。一般企業や広告代理店など、利用者からのニーズに応えた各種キャスティング業務、またあらゆる状況に応じた。 著作権コンサル業務、教育、研修業務も行う。ありがとうございます。